ご視聴ありがとうございます。斉藤五郎です。今日は西尾市下八田町養寿寺に来ております。徳川家康公の葵の御紋なるお寺です。今日はおかげんというお祭りがあります。管弦楽に王をつけておかげんという名前です。今日はおかげんの中で私が書いた極楽ポストのお披露目があります。皆様、人生という旅の中、山の中を旅しているんです。それは迷うこともいっぱいある。正解じゃない、ダイヤの
ちらにおられる方に思いを届けようとして作りましたのがこちらの極楽ポスト。上と下でね、なんと分かれておるのが、ちょうどこの下の姿を見ていただきましたら、うちのお寺が描かれております。さあ皆さん、後ろ見ていただきましたら、気づきませんでしたね。こちらが山門、皆様が通ってこられた山門でございまして、こちらにおられるのがうちの弘法大師、そして観音様、そして延平地蔵様、そして萩張地蔵様と、皆ここのお寺の姿が描かれております。さあ、ここを上を見ましたら、ね、上は描かれておるものが極楽の姿でございます。まず一番上に描かれてございますが、火龍瓶とね、胡蝶といいまして、後で見てください。さあ皆さん、八太郎おかげん。なんでおかげんというか知っとるか。この極楽浄土でございますが、この天女が飛んでおるところに雅楽の楽器が描かれておりまして、この八太郎おかげんというのは何か。ちょうど始まりました300年前、今と同じような状況だったんです。北難の時期だ。西恩に飢饉が流行りまして、皆さんがお腹を空いてバタバタと人が倒れていく。その中で日本西恩の民を救おうと考えられました西恩の殿様が、このお寺に雅楽の楽器を寄付をされて、そしてお釈迦様の涅槃会と雅楽を一緒にやれと言われて始まりましたのがお観音。何かと言いましたら、それを観元光と申します。ね、観元学の観元、観元光。はい、観元に王をつけたら、お観元。そして変わりまして、おかげんと。そうなんです。だから明日でございまして、明日が実は一番のメインイベントでございましてね、明日の1時からおかげん大法要ね、うちの雅楽会でございます。おかげん雅楽会が一緒に出まして、お坊さんと共に雅楽が流れる。そういうことをやっております。さあ目をもう一つね、またこちらの極楽ポストに戻していただきましょう。さあ皆様ね、下に描かれておったのが楊樹寺でございます。ちょうどこのね、半分より上が実は極楽なんです。こちらに仏様のお迎えがある姿があって、一番上が極楽が描かれて、何にも私説明しておらんのに、斎藤先生がその心を汲み取ってくださる。ここでまたびっくりなのが、はい、仏様がここに描かれる。仏様が常に私たちの心の中に入ってきてくださって、仏と共に私らはおるという姿をこの仏様が表す。だから私たちの心の中には仏心というものが備わっとるということが描かれておるんですね。私もね、まあ、先に行かれた方というのは何人かおられるんですが、一番の思い出は何かというのをしましたら、ここの先代住職だ。先代住職、嫁の父親でございましてね、義理の父。私あのここの婿養子でございまして、私はね、よう喧嘩したんです。本当にもうね、男同士でおったら腹立つこと山ほどあったんです。もうやり方も違うわ、いろんなこともそう。親子というのもね、こうなりますが、後から親子になってもこうなってしまう。私これだけ初めて分かったのが、生まれて初めて一緒に住んどる人が亡くなった。おじいさんおばあさんが先に行かれてることはありました。おじいおばが行ったこともありました。しかし一つ同じ屋根の下で一緒に過ごした人が亡くなったというのは初めてやった。皆さんそういうご経験があると思いますが、一緒におった人が亡くなるってあんな辛いもんかと思いました。初めてね、亡くなってご葬儀をやって、そこから先代住職の隣の部屋の隣を通った時に、いつもならここに座ってテレビを見とる先代住職のおっさんがおらん、初めて心にポカーンと穴が開いた。その時やったんです。あ、こういうこと聞くん忘れてる。まだこのことを教えてもらっとらん。いろんなことを聞く前に病で倒れて亡くなってしもたんで、うまく引き継ぎもできんかった。そういう時に思うたのが、何か自分が思いを伝えられることはないか。そう思うた時に自分たちの心を文字にして手紙にしてしたためられる、こういうものがやっぱり私ら一人ずつ必要かだと、これを思ったんです。一人一人考えました。絶対皆様には死というものがやってくる。
その時に何を残していけるか、また残ったものは何を伝えられるかというのが私たちにとっては大切じゃなかろうか。それを表すところが今日はこれかなと。皆さんご安心ください。必ずどんな姿であっても、ここね、後で見とってください。蓮の上に座って仏の姿になれるというのがこの浄土の教えでございます。私たちがここに行くときにどんな姿になるか、皆さんね、こちらの側面を見てください。ご来光、来光の姿でございます。これどんな姿か分かりますか？私たちが死ぬ間際、あっちから迎えに来てくださる姿、先に行かれた私たちの大切なご先祖様は阿弥陀如来様の人、ね、お月でございます。25菩薩のお一人になられて私たちをまた迎えに来てくださる。またその時お会い出会うことができる。そして一緒に極楽浄土に参って仏の教えを聞いて私たちも仏になっていこう。それがね、極楽浄土の教えというものでございます。さあ皆様ね、それぞれの思いがあると思います。その思いをしっかりとね、今日はお手紙に書いていただいて、あのクソはこうだった、この人はこうだったということをしっかりと感謝の気持ちを込めてここのポストの中で投函いただきたいと思います。それがこの極楽ポストの意義と。さあ皆様ね、そう思いましたらどうぞしっかりお念仏をしていただきまして、今日は帰っていただきたいと思います。どうも皆様ありがとうございます。でせっかく斎藤五郎先生が来ていただいてますので、先生どうですか、皆さんにご解説をいただいて。これを書いてる斎藤五郎です。この後ろにも私の絵を3枚飾ってもらっております。いろいろいつもありがとうございます。ありがとうございます。極楽ポストっていうのは、これ楽を極める、この世の中でも楽を極めれば極楽になるかと思います。で、こちらのご住職からお話をいただいて、私もともと手紙を書くこと大好きですので、極楽へ手紙を書けるってことはこんな素晴らしいことはないと思いますので、ご住職のアイデアをうまくこう自分なりに解釈して、書いたんですが、ここにですね、三下っていう、お寺でもいつも使われてます葉っぱの形、蓮の葉の形ですね。このピンクの色はもともと蓮の花の色です。極楽の花の色でもあるんですが、三下が飛んでいます。で、私たちがいつもはがきを、手紙を書くときにはがきを出します。そのはがきは葉っぱに書くと書きます。昔はですね、タラヨウっていうあの木があるんですが、タラヨウの葉っぱにインドではそれに引っかいてお経を書いたっていうのが有名でなんですね。そのタラヨウからハガキっていう言葉が生まれています。そしてハガキや手紙を出すんですが、やっぱり一番手紙、今パソコンとかスマホとかいろんなことが世の中便利になりましたが、手紙を書くことは何遍でも読み返すことができるし、あの絵を送るには唯一の方法じゃないかと思ってこのポストを作らせていただきました。三下というのはこちらの絵ですね。皆さん花道という言葉知ってますね。歌舞伎とかで、あれは何かと申しましたら、実は皆さん仏様が歩かれる前に信者の方がこう花を、ね、道に投げた。で、花の道を作って仏に踏んでいただこう。そこからできた言葉が花道なんです、ね。来年いただいたのでプレゼントします。ありがとうございます。じゃあ先生お願いします。はい、じゃあ私も同感させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、両親と、義理の父親に手紙を出したいと思います。ありがとうございます。じゃあ先生、今日私からご質問よろしいですかね。はい。正直、あれどうですか。はい。私がこんな話を持っていた先生どう思われますか。すごく分かりやすくて、この漫才の形もこれを勉強させてもらって書かせてもらいます。はい、実は皆さん去年のおかげが初お披露目だったんですね。で、その時に私完成品というのを見てなかったんです。で、実はそれを私今聞きたいのが、先生お聞きしたいのが、去年はどこまでで、さらに伸びてあと1年お願いしますって言った時にどの辺が増えたのかっていう。そうね、はい、大体の感じは
書いてますが、こういう細かいところですね、あの人物とか、あの後で皆さん見ていただくと分かるんですが、ここのお嬢さんやあのご家族が雅楽で奉納して管弦楽をこの一番上に書いてあります。で、この辺もちょっと増やしてますね。あ、はいはい、それからあのお嬢さんもこの養獣寺さんっていうのを後で見ていただくと分かると思うんですが、お地蔵さんがとても多いところです。で、一番有名なのはあの萩張地蔵、これはあのあこちらですね、こちらの方です。はい、で萩張地蔵っていうのはあの間違えて針かなんかを飲んだり踏んでしまったりすると、昔口からお地蔵さんの口から針が出てきたっていう伝説があるんですね。それからもう一つ一番新しいお地蔵さん、あの母小僧のこれ名前は何？小滝地蔵さん、はい、私の懇意にしてもらってるお母さんと息子さんのがご自身が作った、うん、そうです、あの母小僧がすぐそこにあります。すごく子供さんが亡くなったって時代がありました。その時になんとか、ね、子供の菩提を弔うことと、また生きてる子をしっかり育てていただきたいということで、こちらのお寺っていうのは実は地蔵信仰がありまして、たくさんのお嬢さんがおられる、その姿を描いていただいたと。先生、なんかこの作るにあたって一番苦労されたという、はい、あの苦労はですね、普通は私はこう平面に絵を描いてますけど、はいはい、丸いもんですから転がしながらあの結構重いもんですから転がしながら描いたり、あのちょっとこう描きづらさ、硬い、はい、キャンバスの方が柔らかいんですね、硬さがありましたけど、でもやっぱり思いを込めて皆さんの思いをあの浄土に送れるようにということで、はい、ありがとうございました。で、この実はのコンセプトですがね、先ほども言いましたが、こちらが極楽なんです。で、私ら皆さんがおるとかシャバです。このポストを通じてこちらの極楽に届くというね、ことで後ろに対話マンダラが掲げてあるね、そういうことになっておりますので、どうぞね皆さん、今日は一つ、ね、先に行かれた方に思いを伝えてやっていただきたいと思います。いや、先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。養獣寺さんの本堂の脇にありますお堂、ここに萩張地蔵様がおられます。この萩張地蔵っていうのは吐く針、針を吐くお地蔵様です。昔は針を踏んでしまったり飲み込んでしまったりする子供がいました。ここのお地蔵さんにお参りすると口から針を吐き出してくれるっていう伝説のあるお地蔵さんです。私も小さい時からよくお参りしました。ここは養獣寺さんの墓地なんですが、この一角にレンガで囲まれた八田姫のお墓があります。これは徳川家康公の大叔母さんになります。吉良氏の関係の方なんですが、この八田姫と徳川家とつながったことによって徳川は源氏の血をもらいました。家康公がここへたびたびお参りにいらっしゃってます。ここはですね、養獣寺さんの東側、昔はこの辺海だったんです。遠くの方に亀に乗った弁財天が現れました。そしてここに弁財天を祀った弁天堂ができてます。で、養獣寺さんのことを亀が休むお寺、紀久山養獣寺と言います。弁天堂の横にですね、芭蕉の句碑があります。明月や池を巡りて夜もすがらという、有名な句です。この池の周りで芭蕉が読んだかどうかは分かりませんが、江戸時代から立っている句碑です。
八田のおかげにちょうど桜も咲いて賑わっています。私はこの隣の町の生まれですので、歩いて10分ぐらいのところで生まれました。ちっちゃい時からこのおかげん楽しみで、ものすごくたくさんの屋台が出ていろんなものを楽しんでおりました。今もなお楽しませてもらっております。今日は養獣寺の八田のおかげんをご紹介しました。Oh.
皆さんありがとうございました。部学本日でございました。それではおかげ学会主委員会の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。どうも皆様ありがとうございました。はい、皆様ありがとうございました。今年のおかげは八幡のおかげはこれで終わりとなります。ね、昨年はコロナウイルスの新型コロナウイルスの影響で開催することができず、残念な思いをしました。で、実はこのね、今日の演目でございますが、昨年にやってもらう予定だったのですが、1年先延ばしになったと。で、もともとは東遊びだけを予定をしとったのですが、その後今週の今日の演目が加わったということで、1年経ってね、またいろんなご縁ができたと思います。で、まあ、今日はあいにくの天気でございましたが、これで八幡のおかげが今日でね終了となりますが、また来年も皆様よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。